私の甥っ子が生まれた時に小さい命の誕生に感動して、私もその誕生の場面に立ち会える仕事をしたいなと思ったので助産師の仕事を選びました。はい、お母さんが安心して出産をして育児をスタートできるように支援していくのが助産師の仕事だと思います。妊婦健診などで生活指導や健康指導などをしてお産に向けての体づくりをお手伝いしたり、あとはお産が近づいてくればお母さんが安心してお産をスムーズに進められるようにそばで寄り添いながら支援して赤ちゃんが生まれるところのお手伝いをしていきます。産後はお母さんと赤ちゃんの2人のケアをしていくのと、あとは育児のサポートをしていきます。病院の外では、中高生に向けて助産師の仕事の内容を紹介したり、あとは市民の皆さんに向けて母乳や搾乳の取り扱いなどの講話をさせていただいたりしています。それから母親学級や祖父母学級など産前学級、今はちょっとできていないんですけれども、を実際にやったりしています。と私は赤ちゃんが生まれるところのお手伝いを、やらせていただいたり、あとは新生児の看護をしたり、あとは帝王切開になれば赤ちゃんの、治癒家に入ったりだとか、手術前後の看護をしたりしています。やっぱり責任重大な仕事なのでいつも緊迫感はあるんですけれども、やっぱり無事に生まれてきた時の安心感だったり、あとはお母さんとご家族の笑顔が見れた時、ありがとうっていう言葉をかけていただいた時が私の原動力になっていてやりがいだと思っています。とお母さんと赤ちゃんの2つの命に関わるので責任重大なところだと思います。やっぱり命の誕生っていう場面に立ち会うことができて、お母さんやそのご家族とその感動を共有できるところだと思います。助産師としてまだまだ学ぶことはたくさんあるので、勉強していきたいですし、あとはお母さんがやっぱり安心してあと私を頼ってくれるような頼りがいのある助産師を目指して日々頑張っています。とやっぱり人と接する仕事だと思うので、いろんな方とコミュニケーションを取れるといいのかなと思います。あとは近くに親戚でもご家族でも赤ちゃんがいればそのお世話を一緒にしてみたりだとか、あとは医療に関するニュースとかに関心を持って見ているといいのかなと思います。